これテレビですか？おはようございます。これテレビですか？テレビです。あ、わかりました。おはようございます、キャンプ4日目です、これから上げていきます。頑張ります。おはようございます。おはよう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 。お願いします。キャンプ4日目に終了しました。オリックスに合流して雰囲気はどのように感じていらっしゃいますでしょうか？いや、いい雰囲気で、はい、練習できていると思います。なんかこう西武時代と比較したときに何かいいポイントだったりとか違う部分でありますか？
そうですね、まあ、若い選手がたくさんいてるっていうので、元気はつらつと、はい、やってるなっていうのは感じます。まあ、その中連日ブルペンにも入っていろんな投手陣の球を受けている姿が印象的なんですけれども、あのあたりの狙い、意図を教えてもらえますでしょうか。いや、もうまずは球を取ってコミュニケーションを取ってっていうのが、一番大事だと思っているので、まあ、今後もそういうブルペンだったりとかコミュニケーションっていうのは大事にしていきたいなと、はい、思います。まあ、去年までは西武で打者として対戦されていたと思うんですけども、オリックスの投手陣改めてこう受ける立場になって何か変化とか感じ方っていかがですか。まあ、でも、まあ、まだ何人かしか取ってないんですけど、まあ、それでもすごい球投げますし、まあ、対戦してても嫌やなって思うピッチャーは受けててもやっぱすごいなっていうのは、はい、改めて感じました。まあ、少しすでに聞かれているかもしれないんですが、おととい山本由伸投手の球を受けられました。改めてちょっと感想と、教えていただけますでしょうか。そうですね、まあ、去年と違って違うフォームで、今年挑んでると思うんですけど、まあ、向上心もすごいですし、フォームが変わってもなおすごい球投げるなっていうのは感じました。まあ、山本投手の森さんがバッター目線ですごいアドバイスをくれてためになったっていうふうに言ったんですけれども、どんなアドバイスだったり意見交換されたんでしょうか。いや、もう単純に自分が嫌なボールやったりとかっていうのは、はい、話はしました。山本由伸投手曰くなんですけれども、森さんのキャッチングが良すぎて自分の調子がいいのか悪いのか分からなくて困ってるっていうふうに言ったんですけど、いや、自分全然下手くそなんで、はい、もっともっとスキルアップしないといけないなと思ってます。まあ、今日もドームですごい練習されてましたけれども、あのあたりってもやっぱりかける思いっていうのがあるんでしょうか。そうですね、やっぱり練習は嘘をつかないというのもありますし、ただ、怪我をしてしまうと意味がないというのもあるので、まあ、順調に、はい、やってます。何か今年のキャンプでご自身の中で掲げているテーマだったり課題ってありますか。まずはチームに馴染むことが第一優先ですね。まあ、それと、チームは3連覇に向かってやっているので、そこの輪に入れるように、はい、頑張りたいなと思います。今なんかホテルとか日常でマイブームだったり癒しとかって何かありますか。特にないですね。まあ、温泉入って、はい、ゆっくりしてます。すみません、では最後に、まだまだこれからキャンプ続いてシーズンも始まっていきますが、意気込みを聞かせてください。そうですね、少しずつ、ギアを上げて、いい状態に持っていけるように頑張りたいなと思います。